ソルスは Linux カーネルをベースとして X86 から64アーキテクチャ用に独自開発されたオペレーティングシステムでありデスクトップ環境にはソルスプロジェクトによるバッジ、GNOME、メイド、プラズマの中からいずれかを選択できるソルスのパッケージ管理システムである y a p グ g は Pardas の p i s パッケージ管理システムをベースとしているソルスは 純ローリングリリースモデルであり、新しいパッケージ更新は毎週金曜日に安定版リポジトリへと追加される。ソルスの開発者によると、ソルスはパーソナルコンピュータでの使用しか意図していないため、企業やサーバー環境でしか役に立たないソフトウェアを含めるつもりはないと述べている。2015年9月20日、イッキードハーティーがソルス1.0のコードネームを アイルランドのシャノン側にちなんで、シャノンとすると発表し、さらに、リリースのコードネームは、アイルランドの河川をテーマとし続けることもほのめかした。2016年7月、ソルスは、固定的なポイントリリースの概念を捨てて、ローリングリリースモデルを採用する考えを発表した。2017年1月、ドハーティーは、ソルスのサードパーティーアプリケーションを再構成するために、 フラットパックを採用すると発表した。これによりソフトウェアライセンスのせいでソルス固有のソフトウェアリポジトリから配布できないベンダー製ソフトウェアの利用が大幅に改善した。8月にはドハーティはソルスにスナップスも採用すると発表した。フラットパックとスナップスの両方を持つことで Google Chrome の配布問題が解決されユーザーにより多くの選択肢を提供することになる。 同年6月13日には、開発者チームにステファン・リックを加えて拡張したことと、それまでインテルで、クリアーリナックス OS を担当していたイッキー・ドハーティーが、ソルスにフルタイム従事するようになったことが発表された。2018年11月2日、テクノロジーウェブサイトであるフェラニックスは、初代創設者であるイッキー・ドハーティーからの所感を公表した。 それによると、彼はプロジェクトから退き、ソルスを所有することで生じる知的財産、ネーミング、そしてブランディングにおける一切の権利を開発チームへ、彼らをプロジェクトの公式な所有者かつ指導者であると認め、即時かつ恒久的な効力を持って譲渡することを決心したことが記されていた。ソルス1.0シャノンは2015年12月27日にリリースされた。 ジェシー・スミスは週刊の意見コラムでディストリビューション界における出来事をまとめたディストロウォッチウィークリーの特集記事の一つとしてこのリリースをレビューした。彼はソルスがパニックを起こして自らをシャットダウンするなどのいくつかの細かい厄介時に遭遇したもののソルス1.0はまずまずのスタートであると結論付けた。ソルス1.1は2016年2月2日にリリースされた。 ヘクティクジークのブロガーであるガヤンはソルス1.1をよく最適化されたオペレーティングシステムと評しており起動及びシャットダウンの時間がうぶんつ15.10と比べ著しく早いことを称賛したただし彼はいくつかユーザビリティの問題に遭遇したため再度ソルスを試す前にもう1年待つことを推奨したソルス1.2は2016年6月20日に リリースされた。マイケルハフは自身のレビューファインディングソラースインソルスリナックスの中でソルスをリナックス銀河経営の旅行に気が進まない人たち向けのユニークで独創的なプロジェクトと評した。ソルス1.20.5は2016年9月7日にリリースされた。プログラマでデータアナリストのマイケルハフはフリーダムペンギン誌に掲載された。 ソルスの2回目のレビューで我々はついに Linux Distribution において Mac のパワーと使いやすさを手に入れたソルスを使う必要のある人だけがコンピューティングにおけるこの幸せを大切にすると書きこのオペレーティングシステムを大衆にアピールできる可能性を持つ熱狂的カルトにより保証された数少ない独立プロジェクトの一つとして称賛した ソルス1.21は2016年10月19日にリリースされた。これがソルスの最後のポイントリリースとなり、以降のリリースはすべてスナップショットモデルに基づき行われるようになった。ソルスはキュレーテッドローリングリリースであるとされている。一度インストールすれば、エンドユーザーがソルスのインストールに必要なセキュリティとソフトウェアのアップデートを 継続的に受け取れることを保証されているという意味から、いえば、ソルスは、ローリングリリースである。アップデートは毎週金曜日に提供される。近年採用された、ローリングリリースモデルに従うスナップショットソルス2017.01、1.0は2017年1月1日に、リリースされた。ソルス十七点零四十八点零は二千十七年四月十八日に、 リリースされた。ソルス3は2017年8月15日にリリースされた。ソルス3.9999は2018年9月20日にリリースされた。ソルス4 0フォー,ティチュードは2019年3月17日にリリースされた。ソルスエクスペリエンスリードのジョシュア・ストロブルはこのリリースの発表においてソルス4.0は全く新しいバンジー体験。 デフォルトのアプリケーション及びテーマ意識の更新、そしてハードウェアの有効化をもたらすと述べた。ソルス4.1は2020年1月25日にリリースされた。ソルス4.2は2021年2月3日にリリースされた。ソルス4.3は2021年7月11日にリリースされた。ソルスは現在以下の4つのエディションが存在する、イッキード・ハーティーは、 バッチーを始める際それについて美学と機能の両立を目指し伝統的ではあるが伝統的すぎないデスクトップを現代的にしたものが欲しかったと述べ美学と機能性の両立を目指したソルスはキュレーテッドローリングリリースモデルによってユーザーにアップデートを提供する一度インストールすればエンドユーザーはオペレーティングシステムのエンドオブライフを心配せずとも ソルスのインストールに必要なセキュリティとソフトウェアのアップデートを継続的に受け取れることを保証されているという意味から言えばソルスはローリングリリースである。エンドオブライフの心配が必要なオペレーティングシステムの典型例はフェドラやウブンツ、そしてマイクロソフト Windows などである。ソフトペディアのマリウスネスターは開発者への開発やメンテナンスの負担を減らし、 最新の技術が市場へ出せる準備ができ、次第すぐにエンドユーザーがそれを利用できるようにするために、オペレーティングシステムはすべてローリングリリースモデルを利用すべきだと主張している。アーチリナックスのように破損するとシステムの一部あるいはすべてが使用不能となってしまうリスクが比較的高い新しすぎるソフトウェアであるブリーディングエッジソフトウェアを提供する他の ローリングリリースオペレーティングシステムと比べてソルスはソフトウェア更新にやや保守的なアプローチを採用しているがそれを指す用語がキュレーテッドローリングリリースであるアーチリナックスとは対照的にソルスのソフトウェアはベータ版などの場合を除くと一般的にカッティングエッジと呼ばれるものでありより安定的かつ信頼性の高いアップデート体験を提供するためエンドユーザーには 短い期間でテストを行った後にリリースされる。有用性を優先するよりもユーザビリティを優先することでソルスはシステムに関する詳細な技術的知識を持つより高度なユーザーを主な対象にしたアーチリナックスよりも幅広いターゲットの市場にソルスを受け入れられやすくしている。ソルスはまた実際のキュレーションプロセスへのユーザー参加を許可する 点でもキュレーテッドローリングリリースである。一般的にキュレーションプロセスとはどのソフトウェアを選択し、保守し、更新するかを選択するためのプロセスであると考えられている。より具体的には様々な強制更新メカニズムを持つ他のオペレーティングシステムとは異なり、ソルスのユーザーは強制的なセキュリティ更新を除き、どのソフトウェアを更新し、 いつソフトウェアを更新するかを自由に選択することができる。ソルスには最新の Firefox、Thunderbird、River Office、Transmission、GNOMEMPV などの幅広いソフトウェアがプリインストールされている。デフォルトでインストールされていない追加のソフトウェアは付属のソフトウェアセンターを使ってダウンロードすることができる。無線チップおよびモデムはオプションである。 フリーソフトウェアではないファームウェアパッケージでサポートされている。パッケージ管理はイヤップ区画を通じて行われる。マイケル・ハフはプロジェクトの創設者かつ主要開発者であるイッキー・ドハーティーがソルスはパッケージマネージャーにより定義されることはないと述べたことを引き合いに出している。2016年2月8日、ガジェットデイリーのギャビン・トーマスとの以前のインタビューで ドハーティーは、エンドユーザーとしての目標は、現実にパッケージマネージャーと対話しないことであると述べ、ユーザーエクスペリエンスの観点からのプロジェクトの方向性を概説した、アコーディングツードハーティザゴールイズツーアクチュアリーエットリトーブイット、創造ユーザー同然、ティーブンノーアバウトイット。ドハーティーによると、現実にパッケージマネージャーを除去し、ユーザーがそれについて何も知らないようにするが、 目標とのことである。ソルスではパッケージマネージャーはソフトウェアをデプロイするツールではなくビルドするツールとして使用することを意図しており、これは他のリナックスベースのオペレーティングシステムより初心者に優しい監修である。2015年7月、ソルスは確かでない SSL 暗号を非推奨にするクリアーリナックスパッチの統合を発表し、アルジャンバンデベンが Google のコミュニティポストに返答した。2016年2月下旬に Linux Mint プロジェクトで経験したセキュリティ問題に応じて、ソルスはダウンロードセクションでグローバルなソルス GPG キーを提供するよう改善した。ソルスのコミュニケーションマネージャーであるジョシュア・ストロブルはダウンロードページのミラーを公式とコミュニティに分離し、公式ミラーは 定期的に監査及び更新されることになり、さらに、すべての ISO ミラーに対し毎日の整合性チェックを実行することを発表した。ソルスのソフトウェアセンター内には、ベリクリプトなどの暗号化ソフトウェアからトアなどの匿名化ツールまで広範囲にわたるさまざまな専用セキュリティソフトが含まれる。ソルスは、プログラム機能を制限するため、ソリナックスの代わりにアポマーを統合している。 ソルスプロジェクトはユーザーのプライバシーのためユーザーを追跡しないのでソルスの人気を測定する直接的かつ信頼できる方法はない2021年7月の時点で自身のサイトのページクリック頻度を記録しているジストロウォッチウェブサイトにおいて6ヶ月間のページヒット数ランキングでソルスが13位に最も人気のあるローリングリリースディストリビューションの中では6位に ランクされ、読者提供の平均レビュー得点は10点満点中8.42点となった。ソルスさんは OMG Ubuntu により2017年ベストリナックスディストリビューションの一つに選ばれた。マット・ハートリーは2017年のベストリナックスベースオペレーティングシステムの外観の中でソルスをおそらくここ数年で最も興味深いディストロ。 論理的なユーザーワークフロー、パッケージ管理、そしてコミュニティとの連携方法にユニークなアプローチを取り入れている。私は彼らが将来素晴らしいことをするのを見ていると称賛した。より主流のメディアにおいては、ジェイソン・エヴァンジェリューが、ホーブス氏のために数回ソルスを取材した。エヴァンジェリューは、PC ゲームや技術産業にわたる、自身の記事の中でソルスに多数の評価を与え、 特にソルスリナックスにおけるゲームや4.0リリースを著しく注目した。ありがとうございます。